はい、こんにちは。日本改革と靴沢です。パパ子さん様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金に、活用させていただきたいと思います。8月15日終戦の日、メール党員限定靖国神社正殿参拝懇親会開催いたします。詳細はメールをご覧ください。メール党員様限定であります。撃たれた直後のトランプ前大統領がガッツポーズを3回決めたことについて、あれね、ファイトって言ってたらしい。ファイト、ファイト、ファイト、ファイトって、戦え戦え戦えですかね。サンモニ全場高子49歳、トランプにプラスのアピールになりかねないと、初めからトランプは悪と決めつける発言をし炎上。全場高子お気持ち表明したものの全然謝ってないで再炎上しておりました。全場高子がどうお気持ち表明したかというと、ネットに私への批判の声が溢れています。人命に関わる事件が起きているのにトランプ氏の命に別状がないと聞いた次の瞬間から犯人像は選挙への影響はということの関心が移って前のめりになってましたね。なってしまいましただろう。言葉の選び方も雑でしたし、輪をかけて反省、何かわいこぶってんだって感じなんですけど、もっと人の痛みに共感できる人になりたい、人の気持ちを考えられる人になりたい、発する言葉に慎重でありたい、反省する一日です。ようやくなんですけど、ネトウヨが私を叩いてる畜生、次はもっと慎重にならなければ、っていうようなお気持ち表明ですね。世論です。すごい、一言も謝ってない。どこをどう読んでも反省文ではない。お気持ち表明の前に一言、失礼しましたが言えんのか。ごまかしようがないほど本音出てるのにね。人の痛みがどうとかじゃなくて、公平中立じゃないから叩かれてるんだが、立場を守るための言い訳ですね。反省して降板してくれればそれで許そう。トランプへのヘイトをむき出しにしたことが問題であってだなぁ。こんなことならお気持ち表明などせずに、だんまり決め込んで事件の風化待てばよかったのにね。ネトウヨに叩かれてる私かわいそう。世の仲間にアピールして被害者ポジション、被害者面したいっていう誘惑に曲げちゃったんですかね。それともだよ、プロデューサーとかディレクターにちょっと火消ししてよ、言われたか、命令したか、命令されたか。どんなに叩かれてもまるで日本語が読めないかのように見事なガン無視決め込むですね。福島瑞穂やアグネスのようにはまだまだ慣れていない未熟パイという、感じですかね。それともプロデューサーディレクターに言われたんだか、金ないっていうのは例えばですけど、クビになりかねない、不合格になりかねない、事故になりかねない、犯罪になりかねない、教示に使う言い回しじゃないですか。悪いこと、事故、災害になりかねないとかさ、トランプのプラスになりかねないってことは、トランプにプラスを教示、悪いことと見なしてからこそ出て言葉ですよね。ヘイトに満ち満ちてますね、トランプへの。これがバイデンが撃たれてガッツポーズ決めたらバイデンのプラスになりかねないとは言わないんでしょ、この人は。公平中立の建前のテレビ番組がそうじゃないから叩かれてるのにね。公平中立ではありませんでした、申し訳ありませんで素直に謝れたら、パヨなんかやってないか。サンモニは別に生放送じゃないんですよね、あんなもんね。録画ですよね。だったらこれをまずいとも思わず放送しちゃった番組プロデューサーやディレクターも全然ダメってことになりますね。公平中立放送法4条なんすかそれ、状態なんじゃないですかね。彼らにとってトランプイコール悪があまりに自然となってて気がつかなかったんじゃないの。トランプイコール悪の大きな理由が安倍総理と親しかったから。未だに安倍がやってんだね、あいつらはね。全然気がつかない、あまりに自然なことでね。これ革新犯っていうのはやめられる。自分が犯罪をしているって自覚している場合はやめられるんだね、途中でね。それがですね、生まれつきの犯罪者とかはやめらんねえから、より邪悪っていう、自覚なき、悪人っていうのがより厄介みたいですよ。自覚ある悪人は途中でやめられるから。アメリカ民主党ベニー・トンプソン下院議員のスタッフジャクリーン・マーソー女、射撃の練習をして次は当てろと投稿し炎上。共和党議員がトンプソンに、マーソーの
ジャクリーン・マーソーの解雇要求、女解雇。あ、はい、アメリカンパイもなかなかですね。人間性が最低で幼稚なのは日本のパイと同様ですね。世論です。やっちまったな、人生終了、完全にアウト、完全にテロ教唆。アメリカの方がまともに対応してんな。解雇が早い、こういう素早さはいい。パヨって本当は頭おかしいな。犠牲者出てんのに世をかけるわ。内心思ったとしてもなぜ投稿しちゃうのか。どこの国でもパヨは人出なし、こういうのがすぐ解雇されるだけアメリカはマシか。バカに国境なし、完全に犯罪煽ってて、アメリカではシャレになれないんじゃないの、これテロだしね。こんなこと投稿したらパヨ仲間に受けちゃうんじゃないって誘惑に勝てずに、考えなしにやっちゃった、ただのバカなのかな。バカに国境なし、パヨに国境なしなんですけど、今後はね、パヨイコールバカと表記しても差し支えないのかもしれないですね。けどアメリカは羨ましいですね。これは良くないなと思ったらすぐね、解雇。日本ではさ、テロが成功してよかったぐらい言っちゃった大学教授なんのおとまんもねえもんね。当初予算1250億円の 1.9 倍の2350億円に膨れ上がった大阪万博予算。国、大阪府、財界の3社が負担することになってるんですけど、この予算ね。もしも赤字になった場合は、どこが負担するかについて、自見万博大臣、国は負担しない。吉村大阪府知事、赤字負担を誰が負担するか決まっていない、聞き手の玉が通る、のけぞると世論です。吉村に投票した有権者が払うんでしょ。政府批判しながら金は出してもらおうなんて甘いことは考えてないでしょ。もうそんな時期は過ぎているのではないか。負債でも発行してちょうだいよ。万博の責任者って誰なの。まあ自見万博大臣かな。馬場さんは国家事業だから国が払えって言ってたら、始まってのもないのにもう赤字。間違っても維新は負担しない。なんか何も考えずに見切り発車が過ぎますね。それともですね、赤字のことを考えたくないってですね、赤字と言わなければ赤字にならないみたいな言霊がつ、是が非でもやりたかった。あ、よっぽどね、美味しい利権あんでしょうね。赤字になるってもう確定的なんでしょうか。経済効果2兆9155億円って経産省だかどっかが試算出してましたけれども、これは何だったんですよね。そんだけ お金が動くなら派生して、この経済効果の派生の税収が増えるはず、結構あるんじゃないか。だったらもし赤字になったらよ、国税で潤う国と府税で潤う大阪府で折半が筋じゃないのかな、思いますけれども、なんで赤字になったら誰出すの、考えてません、決まってませんって、それを口に出すのもはばかられる。みんな赤字のことは考えたくないから考えないっていう思考停止なんですかね。大谷翔平選手の神経をばらした富士と共にドジャースを出禁となった日テレ、マミコ夫人が怒り浸透。大谷選手のマネージ会社やドジャース通じて謝罪を申し入れているが、先方の感触すらつかめない。富士は社長が謝罪したが、日テレは方針すら決まっていないと。日テレの社長ヤクザみたいでしたよ。なんかガラガラしててさ、ね、威張っててさ、人を脅しつけるような口調なんですよね。世論です。自業自得で草。大谷さんは野球に集中させたいし、ごめんで済んだら警察いらんわ。そりゃ自宅晒したら怒るわな。ましてや物騒なアメリカ、もう遅いってことだよ。日テレがなくなっても困らんし、サザエさんの大谷出演会は晴れて封印作品に、そんなのあったんだ。野球の邪魔だからもう関わんな。24時間着服テレビ、募金は日テレ社員と芸能界の懐を潤す。知る権利も米国では通用せんかったみたいだな。気の毒な大谷夫妻、やじ馬が押しかけてるので、せっかく買った新居に一度も暮らせず
使えず新住居を探す羽目になってしまいました。藤井社長が謝罪したのは外に向けて一方的に表明しただけで、大谷夫妻は許してなさそうですね。野球に専念した大谷選手、富士と日テレの謝罪申し入れがうざくてうざくて仕方ないんでは、感触もつかめていない、返事ももらえずガン無視されてるってことですかね。だったらですね、マミコ夫人激横情報は誰から得たんでしょうね。ドジャース夫人会からかな。ドジャース夫人会には参加しているそうなんで、ずーっと出禁が解除されないといいですね。そうなれば来年の株主総会もですね、まだ謝れてないのか、どうなってんだって地獄絵図、また見れますんでね。2022年第一四半期に1072億ドルだった外資の中国投資、最新の2024年第一四半期は102億ドルで10分の1になってしまいました。たった2年で10分の1になってしまいました。2023年、第三四半期はマイナス121億ドルで、外資の撤退が見られました。習近平主席、李強首相、商務部、外交部などなど上から下まで中国に統治するチャンスなんて大嘘並べて金くれ開始しております。世論です。自業自得だろ、外資にいつまで依存してんだ。残ってる間抜けな日本企業はどこだ。今の中国なんてリスクしかないし、風景写真撮ると逮捕されるし、大型ショッピングモールの店員が口を揃えて外人いなくなったって言ってる。費用対効果を語る以前に地政学的リスクが高すぎる。戦狼外交とか言って言い切りまくった結果、儲けの持ち出しは許さないなんていうのがそもそもおかしいと。中国の経済モデルはですね、外資が作った工場で外国企業の技術で外国企業の監督指導のもと人民が作業っていう、中国がやってることは労働力提供、つまり人民の労働力を売ってるだけなんですよね。なので外資が来てくれないと人民労働力の売り先もなくなるってことですね。2023年はマイナスを記録、入った以上に外資が逃げたんでしょうね。反スパイ法とか施行して、なんとなく外国人を逮捕しまくったから外資が逃げまくったんじゃないですかね。どっからどこまでも1から10まで、ピンからキリまで自業自得で笑えますよね。働き先がなくなった人民は頼むから日本に来ないでくれ、安くていいです使ってくださいってやつ増えるとですね、経営者も大層がっつって安い方使っちゃって日本人の給料上がんねえよ。今日の単身です。令和大石明子、岸田政権やばすぎ、西側諸国という事実上オワコンの国々のパシリになっていって日本を終わらすな。この人の脳内では西側諸国はオワコンで中国ロシアはオワコンでないみたいなんですけど、何食ったらこうなんだろう、何見たらこうなんだろうね。思い上がったクソ野郎と山口さんジャーナリスト罵って訴えられた裁判で勝ったから調子に乗ってんですかね。イギリスバーバリー、最大の中国市場が不振で売り上げが 21% 減ったわ。今年の配当なしで、株価暴落バーバリー以外の高級ブランド品も中国人が買ってくれなくなった。各社業績不振で株価下落しておりました。まあ対中投資が10分の1になりましたからね。共産党幹部ですらブランド品買えなくなってんでしょうかね。15日アメリカ共和党全国大会開催、狙撃後初めて公の場にトランプ前大統領登場、支持者に健在をアピールと。全国大会だからな、これずーっと前から予定決まってたんでしょうね。撃たれた右耳には白い布、これ穴開いちゃったんですかね、どうなっていくか気になるところなんですけど、この場で正式に共和党の大統領候補指名を受けたそうで、まずまず順風満帆ですね。大統領っていうのは一枠だから、地方議会の、36枠とかじゃなくて、一枠だから共和党は一人しか候補を出せない。共和党で二人も一枠に候補出したらおかしいじゃないですか、そんなのは。NHK 党じゃないんだからさ、気が狂ってるさ。なので誰か決めなきゃいけないですけど、圧倒的強さでトランプ大統領が共和党の代表候補、っていう風になったみたいであります。まずまず順風満帆ですな。トランプのプラスになりかねます。
いや違うな、なりかねません、なりかね、よくわかんなくなりましたけれども、チャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。